こんばんは、ひぎかえりです。グータラジオ第5回始まりました。お久しぶりです。お久しぶりってほどでもないんですけど、3ヶ月ぐらいなんですけど、1,2,3,4 のグータラジオが結構テンポよく来てたので、なんか久しぶりに感じますね。最近は9月4日5日のライブの準備や、前々から言ってた6、7、8月3ヶ月連続配信リリースの、ミュージックビデオを撮ったり、あとね、コロナにもかかってたので、そう、直してました。元気ですか？そう、3ヶ月連続配信リリースの6月僕らのエイヤ、7月君への戦、8月刺激による彼らのね、刺激による彼らが先日配信スタートしましたので、ぜひ聞いてください。そしてお知らせがあります。すいませんね、告知ばっかで。8月27日土曜日、今週ね、の20時からインスタライブをします。これが、グッズの紹介をしようと思ってて、そうなので、ぜひ来てください。そう、グッズができたの。思ってたより少ないかもなんかね、5個ぐらい作りたかったんですけど、間に合わなかって、また今度にしようっていうことになったりして、3つになりました。いいね、迷わないね、優柔不断でも大丈夫なのでT シャツ、あとステッカーセット、靴下になっております。はい。なんかね、ツイッターでちっちゃい頃太鼓の達人をしてる写真があったので、それをねステッカーにするよって投稿したんですけど、あれ、これ誰がいるんだろう、この顔ってなんてこれ誰がいるんだろうってなったけど、まあねステッカーセットだからいっかと思って、そう、ああいうのがね1個でもねあってもいいんじゃないと思っていろんなところに貼ってあげてください。はい、そう、インスタライブするのでね、見に来てください。いやー、もう8月も終わりですよね。早く終わってくれって感じなんですけど夏が嫌いなんで、早く、暑いからもう嫌だから終わってくれって感じなんですけど、皆さんはなんか夏っぽいことしましたか？スイカ食べたり、なんだろう、花火見たりね。自分はそうめん食べたり、蚊に噛まれたり、特にそんな大したようなことしてないんですけど、どうでしたかね。今回のグータラジオは3ヶ月も空きましたし、ライブが近いということで、最近のこと、2022年夏最近のことを喋ろうかなと思います。最近ね、ラジオを聞くようになりました。このね、そもそもこのラジオは喋るのが苦手なのでってことで、練習をしようってことで始めたラジオなんですけど、そういえばちゃんと聞いてこなかったなぁと思って、聞いてます。最近林原めぐみさんや宮野真守さんのね、声優の方々のラジオや、あとね、鈴木敏夫さんのラジオを聞いてます。いいね、面白いね何を今更みたいな感じなんですけど、なんか寝るときに音がないと眠れないので、ラジオか曲をかけて寝てます。あとね、鈴木敏夫とジブリ展にも行ってきました。ジブリパークってあるじゃないですか、最近もできたね。あれとはね、ちょっと違って、世界観に入り込むってよりかは、高畑勲監督とか宮崎駿監督とか、いろんなスタッフの方々と一緒にね、映画を作ってきたスタジオジブリ
のプロデューサーの鈴木敏夫さんに視点をね向けた展覧会になってて、いや面白かったね。最後の方にね、ゼニーバとユバーバの開運みくじと恋愛みくじがあって、開運みくじの方を引いてきたんですよ。そしたら大凶出てきてと思って、ライブ前なのにと思って。でもね、めっちゃいいこと書いてあって、理想を失わない現実主義者になれって書いてあって、理想ばかり追うけれど夢や希望は忘れちゃいけないけれど、やりきる力がなければ実現できないですからねって書いてあって、うわなんていい言葉なんだと思って壁に貼ってますだから机に座ると大凶って書いてますねはい、そんなね感じかな最近は。あとね、フィルムレッド見に行きましたよ。ワンピースの映画。それくらいですかね、外出たのは。あと7月に配信された楽曲君への戦のねミュージックビデオを撮りに行きました。聴いてくださいましたか、見てくださいましたか。あの曲はポップ死なないでというバンドのお二人に楽曲を提供していただいて、自分が歌詞を書いたんですけど、初めてね恋愛の曲というか片思いの曲というか、そういう歌詞を書きました。自分のね曲だと恋愛は書けないなと思ってたんですけど、ちょっと楽曲を聴いてコミカルな要素を含んだ感じだと書けるかなと思ってね書いてみました。楽しかったね書いてて。あとね、読んでた小説もあって、本文も素敵だったんですけど、解説の部分がすごい残ってて、私たちは他人に自分が納得のいくストーリーを求めてしまいがちなので、なぜ好きなの、なぜどこに惹かれたのって聞いてしまう。でもどこがどうと問われてもはっきり答えられないこと、それなのに好きという思いだけが確実に募っていくこと、それこそが恋なのだって書いてあって、ほほーと思って暴力的なままで勢いで進んでいくものが恋なのだって書いてあって、そうかと思って、高速道路さ恋は止まらないっていうサビのね歌詞になりました。ラップもね、今回初めてラップも書いて頑張りました。韻を踏みました。ぜひ聴いてください。ミュージックビデオにもね、プップ死なないでのお二人にも出演していただいて、そうお茶でも飲んでの時もそうだったんですけど、こうしたいっていうのを監督さんと話して作っていただきました。今回もね車に乗ってダンスがしたいんですって言って、そうああいう感じになりました。危ないのでね危ういのでどこでネタバレするかとかいろいろ考えてやっていただきました。ぜひぜひぜひ聞いてください、見てください。うん、ラジオが違う、ライブが、もう何言ってんのね、ライブが近づいてきました。来られる方はお気をつけて、迷子にならないように、熱中症で倒れないようにお気をつけて来てください。いろんなねところから来ていただくので、そうモバイルバッテリーをね忘れずに、 Google マップがね見れないから本当に上京したての時にね、自分も Google マップなしじゃね、もうどこにも行けなくて困ったので、そうグッズでねもうモバイルバッテリー作ろう今度ね、お願いします。それではレモに来られない方はまた次のラジオでお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。